知らんやん。俺が信じてる外星アテリックだけ。あ、そう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 。時計と爆弾。あれやな。そう。あれやろ。このステージあれやろ。爆弾だよ。爆弾。言ってるよ。爆弾。あの、自分以外はないんやけど、周りの石をさっきの黒い石みたいにしてしまうっていう、ちょっとめんどくさい。黒い石？ひび割れのやつやん。ひび割れてる石。うん、そう。まあ、黒かったじゃないですか。まあ、よっしゃ。うん、ほら、ダザイ、ハルダイ、ハルダイ、ダザイ、ダザイ、収めたし、違う、ハルダイ、ハルダイ、ダザイ、ハルダイですよね、あれ、マジ？え、知らんけど、その、赤いのが爆弾、結構あるな、これ、おいしいね、今日も、あ、やべ、ちょっと待って、やばい、危ない、ひどーい、忘れるわ。ちょっと待って、ありがとう。もらった。ちょっと待って、じゃあ負けませんよ。あー、間違えた。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、あー、ダサい、ハルダイ。待って、この緊迫するこの奪い合いが、消せる、ちょっとやばい。よいしょ、あー、助けて。よいし、あっ、もううんこ、何がうんこじゃ、戻しよう、忘れた。あっ、やったね。爆弾、これが怖いね。どっか崩れたら全部落ちるときあるから怖い。まあ、爆弾を知り尽くした男やからできるわけだけど、誰やねんお前。なめんなよ、ゴム兵と3年間暮らしたことないから。ちょっとこれはやばい。さっきのクオリティの調子がやばばばいや。来たドリンク。あ、ドリンク、お先に行くよ。やばい。もうすげえ勢いで俺に行く。やばい。だが負けへん。やばい。どうしよう。あっつー、あ、ドリンク発見、使っちゃうぜー。よいしょ。うわー、肉たらしい。まあ、これはまあ無難にな、俺の勝ちやん。前もやった時負けたからな。まあ、これは実力の差って。キャプチャーラン、スパイラルカウダル、リピートアフターミー、スパイラルカウダル、スパイは怖いで。聞こえ、スパイは怖いで。何やねん、マジか。はい、このステージはあれやブラックホールが、ブラックホールが、実証ブラックホール、バートやで、またバートやな、使い回されてんな。ストーリーモデルが結構あるんだ。なあ、あるんだ。でも確かに深いな。深い。うわ、深いよ。これ上に乗ったらもう死んじゃう。はめるんだ。はめれる。それはめれる。ほら、怖い。あそこに足を置いたら最後吸い込まれて。怖い。間違えた。うおー、怖い。残念ね、ついていくわ。痛い。私は負けない。何やねこの袋小路。この石は押せない。ごめんね。やばいって、俺どこやねん。お願い、助けて。どこ。あよつ、違い。やばい、もうこれ。まあね、キャサリンと3年間暮らした上には。キャサリンって聞いたの。後がありますよ。知らん。これいいじゃん。あー、
あかんな、多分お前は俺には勝つんですかね。そうやね。おお、怖い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 。うん。これいいじゃん。これいいじゃん。一緒にいいでした。うわ。じゃあ。痛いと思う。ざわみやがれ。ざわみやがれ。こっちだ。こっちだ。くそったれ。くそったれ。これの道は。これ自分が登れへんなるパターンじゃん。楽しい。もう BGM が悲しい。よっしゃ、これいいじゃん。こっちだ、こっちだ。よっしゃ、あー滑んねんで、カーソルこれ頭使うから。そしたら動きが一緒って、動きが一緒。俺の方がちょっと早かった。どっちも頑張ってください。これいいじゃん。突然ですが、スーピーさんに質問が質問ですよ、サギさんの。どんなところが好きですか？何やろな。うざい。これいいじゃん。それはいい。うぜぇ。何やろ。最高の褒め言葉。これいいじゃん。それって褒め言葉。よし、来たぜ。懐かしい。知ってるこれ。あれやろ、なんか、やってたやつ、NHK の。なんか、言葉先生っていう。そう言ってる間になんか俺ちょっとやばい。あ、受けた。あーいやー、相手が悪かった。まあ、相手が悪かったな。上にも受けへんからどうにもならへんねんっていう。あ、負けた。そして大地にはもっとあの頭上を詰まく神々の嘆きの中で思考を止めぬ者だ。これはここはカテドラルだよ。カテドラル。頭上を詰まく神々の嘆きの中で思考を止めぬ者だけが勝者となる。複雑に絡み合う赤軍の難解ステージ。おう、楽しそう。まあいつも通りの中つけるかもしれない。空気を読め。そう、やばい。じゃあ、俺も喋らずに。お、言ったな。喋ったあかんで。おー、いいよ。はい、とにかく喋りますよ。じゃあ、俺も喋らん。うん、真剣に黙々と行く。こういうゲーム。じゃあ、この人は、こっちだ。こんな場所に何だよ、こっちだ。使うわ。いやいや、こっちだ。いやいや、
降参しました。あ、いや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 、本気や、怖い、疲れた。でもまだあんねんな。天井希望の朝へと、いまだうかつかな光の先へ、上を見続けた者だけが勝者となる。そう、これが最後共にする2人のステージ。ええよ、いいか、ええよ、変な石出てくるけど、ええよ、勝手にオブ石が出てくる怪物。行こうよ。そう、これが最後。言っとくけど、さっきは俺の、うん、全力の2割しか出してないから。2割今からはその全力の8割全部使って、10割全部使って、おお、お前勝たせへんから。分かった、いい、これが最後です。絶対お前負けんから、行くで。オッケー、なめんなよ。オッケー、なめたら汚いよ。ちっすよ、ちっすよ。頑張ってください。あ、やべえ。まだ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 、これは後から繰り返してた。あ、ちょっとやばい、ちょっと感謝、こんな早く落ちてくるのもないよ。あ、どんまい。まあまあ、俺の全力出した、こういう感じで。いや、実はトリック持てたけど使わなかった。そういうこと。手抜いたのかと。いや、そんなことない。ダンスです、ダンスです。勝つで。もう当てられません。おしまい。
まあ確実に俺の勝った方が多いけど、まあほんまはもっと詰めていけな、みんなで。そんなこと言わなくていいよー。あれ、わざと負けてくれて。まあ、まあ俺も本気出してんから。うん、そうやな、そういうことやな。まあ遊びやから、そう、マジだったらね、大人げない。なってたけどな。正直結構熱かったけどな。最後溜まってたけどな、俺。そう、見返したら多分俺絶対溜まってんだけど。あかん、実況ではもう全く考えられない。無言プレイ。実況じゃないもん。まあ、やってみたね。やってみた。黙ってやってみた。それでいいや。それでいいか。まあ、多分ミネベルとも実況することは多分ないけど。もうないでしょ。もう多分ないけど。もうあかん。最初の最後やと思うで、多分。そうやな、結構。向かへんって自分で。だからやね、うん、だってさ、ゲームってさ、一人でやるんだ。ビューティフルジョーでも実況者聞いて。ビューティフルジョーはアニメ最終回見れへんかった。うん、じゃあ最後キャサリンについてなんか一言言ってから締めて。キャサリンっていうのはどっちの方のキャサリン？あの、キャサリンっていうゲーム自体。ゲーム自体、これはね、本当頭の使うゲームだが、たどり着けた時の快感すっごいいいと思う。なるほどね。他なんかない？え、パズルっていうのが、シミュレーションみたいな感じがあるんですよ。あ、じゃあ皆さん、そろそろお時間のようなんでね、ここで終わりたいと思います。なんでまだやってるんですよ、これ。はい、それじゃあさよなら。マジで？バイバーイ。待ってや。